今日もピッチの上では試合開始の準備が着々と進んでいます。スタジアムを埋め尽くしたサポーターはキックオフを待ちきれないまま、すでに大歓声でチームの応援も始めています。これは好ゲームを期待しないわけにはいきません。注目の一戦も EATV がお送りします。生中継でご覧ください。勝利を手にするのはどちらなのか、 EATV でご覧ください。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はトッテナムホットスパースタジアムです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。今日はどんな戦いが待っているんでしょうか。注目のこの一戦、トッテナムホットスパーがレバークーゼンを相手にします。はい、よろしくお願いします。こうやってサッカーを見られるのは解説者冥利につきますね。今日もいいゲームを期待しています。こちらがトッテナムホットスパーの先発メンバーです。マディソンとベンタンクールが中盤の真ん中、そしてトップはリシャルリソンです。こちらがレバークーゼンの先発メンバーです。ゴールキーパーはフラデツキー、ターとタプトマがセンターバックに。おっとフリーです。素晴らしいセーブ、ここは難を逃れます。ここはゴールを防いでキーパーがボールを手にしました。よくセーブしましたね。普通は入りますよ。パスをつないできましたがここで奪われました。ビリツ、ヨナス・ホフマン、1点リードにできるか。シュートの当たりが悪かった気がします。福西さん、矢が上にも注目が集まる選手といえばこのリシャルリソンでしょうか。最近はコンスタントに得点を決めています。なんと3試合で3ゴール、この試合も期待されます。勝ち越したい。決まった、早くも先制です。ずっと攻め続けていた努力がようやく形になりましたね。嫌な流れになりかけていましたが、これでもう大丈夫でしょう。さあ、トッテナムボールのキックオフでリスタートです。現在1点ビハインド、まだ追いつける点差です。これは思い切ったドリブルです。ここはタックルで相手を止めます。さあ、レバークーゼン、ここから危険な形を作れますか。いいクロスだ、簡単にさばけるシュートでした。グリマルド、ドリブルで果敢に攻め込みます。あとは打つだけ。至近距離からでしたがキーパーが落ち着いてセーブしました。絶好の決定機でしたがコースが甘かったんでしょうか。もったいないですね。ソン・フンミン、ここで抜いてきた。いや、抜かれはしたもののボールを奪いました。狙ってきた、これはキーパーが止めた。シュートを許しません。ソン・フンミン、見事なブロックです。ペナルティーキック、トッテナムが PK を得ました。
ここを決めて追いつけるのか。落ち着いてペナルティーキックを決めました。まあキーパーは正面に来ると予想したんでしょうね。読みが外れてしまいましたが、これは仕方がないでしょう。ビルツ、今のタックルはカードが出るかもしれません。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。ビルツ、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。これはトッテナムのフリーキックになります。ジェームズ・マディソン、ボールが足につきません。ルーズボールだ。味方に出すでしょうか。スペースへのボール、キーパーが飛びついて止めましたね。入れば1点リード。おっと、ブロックでシュートを阻止しました。コーナーキック、勝ち越しを狙います。ボールを入れた。相手に阻まれましたね。ディフェンスを置き去りにした。身を挺してブロック、危機を脱しました。ロメロ、マディソン、さあここからの展開に注目です。チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。エセキエル・パラシオス、フリンポン、どうやらサイドをつけそうです。クロスは中の味方に届かず。ボールを失います。サポートを使えそうです。ボックス内にクロスが通ります。あっと、このヘディングはキーパーが阻止しました。まさにスーパープレーですね。チームを救うプレーというのはこういうことを言うんでしょう。コーナーキックを蹴った。ナイスタックルでしたが、相手ボールのスローインです。マディソン、さあしっかりプレスをかけて取り返しました。
ヨナタン・ター。ここでビルツ。パトリック・シック。シュートを打ってきた。強烈な一発を放つも、これはポストをかすめていきました。デアン・クルゼフスキー、ロドリゴ・ベンタンクール、ボールは相手のものになります。パトリック・シック、レバークーゼンにチャンスが来ました。絶妙なところに出した。止めたが抑えられない。さあどうなる。かなりゴールに迫られましたが、これで危険は回避しました。ジェームズ・マディソン、アディショナルタイムは2分との表示。さあこのスルーパスは通りそうです。ボールを受け前を向いています。フラネツキーのファインセー、1対1を止めました。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感にサポーターも盛り上がっています。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。コーナーからエリア内へ、ボールをクリアしています。このシュートはブロックされました。ここでホイッスル。トッテナムホットスパースタジアムでは前半が終了しました。残りは45分、レバークーゼンのキックオフです。ビルツ、これはサイドを上がれそうです。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点もどのように狙うのでしょうか。カットインで仕掛けます。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。ビルツ、ホフマン、ドリブルで相手を揺さぶります。ディフェンスの前に出た。ビルツ、ブロックした。相手のシュートに反応しています。ソン・フンミン、マディソン、リシャルリソン、リシャルリソンに絶好のチャンス。ポストに弾かれた。厳しい状況でしたがよくしのぎました。パトリック・シック、これはナイスカット、うまく読んでいました。マディソン、
ロドリゴ・ベンタンクール。さあクルゼフスキーへ、トットナムのチャンスになりそうです。このチャンスを生かせない、相手のポゼッションに変わります。フリンポン、ここでポゼッションを失いました。味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。フリンポン、試合終了まであと30分あります。これはキーパーが抑えそうです。マディソン、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。相手陣内でのドリブルです。パトリック・シック、ちょっと横にそれてしまったか。強烈なシュートでした。ここでトッテナムが選手を交代します。チャンスを作り出せてはいるんですが、なかなか決めきれないですね。フィニッシュの精度も上がってきているようなので、そろそろネットを揺らしてくれるんじゃないでしょうか。クルゼフスキー、さあ敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。これはチャンスです。ゴールが決まった。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ビルツ、ここでビルツ、シック、ボールを保持できません。ペドロポロ、ボールがアタッキングサードへ。ここから組み立てていきます。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。カウンターも狙えます。パトリック・シック、ここでボールを失いました。マディソン、ここでホフマン、ジャカ、アレハンドロ・グリマルド、ドリブルで進みます。パトリック・シック、1点を追うレバークーゼンにとってこのコーナーキックはチャンスです。サブの選手がピッチに向かいます。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。プレスがかかりました。
ビルツ、ディフェンスがうまく対応。ペドロポロ、ボールを前に運んできました。相手のゴールを伺っているのでしょうか。ジェームズ・マディソン、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。試合終了まで10分も切りました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。さてゲームもいよいよ終盤を迎えていますが、現時点ではトッテナムが僅差のリードを保っています。今は2対1ですから焦る必要はありません。時間がなくなるほど相手は前に出てくるしかなくなるわけですから、その裏をかけるといいですね。ジェームズ・マディソン、さあカウンターを仕掛けるか。マディソン、ここでボールをダッシュしました。ナイスタックルです。サポートの選手がいます。先ほどのタックルの痛みがまだありそうですね。アンドリッヒ、ここでタプソバ、アレハンドロ・グリマルド、アドリ、これはいい展開です。同点に追いつく最後のチャンス。アディショナルタイムに2分加えられます。ボールを持って出しどころを探します。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。両チーム交代があります。コーナーです。同点に追いつく最後のチャンスでしょうか。試合終了。レバークーゼン、この一戦は敗北という結果に終わりました。これは惜しい敗戦でしたね。ギリギリまで食い下がったものの相手に一歩及びませんでした。この悔しさをバネにしてチームのさらなる成長を期待しています。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。勝利に欠かせない得点を挙げていましたね。精力的に動いてよく貢献していました。